相変わらずのお粗末を申し上げます。ご清聴願います。はが殺されたのが文久2年の6月17日の夜、それから18、19と2日を置いて20日の昼ごろ、炎天燃えるような暑さ、東海道天竜川端に本座村為五郎という繁華淵がおりました。昔は親分がある氏と博打打ちというが、親分なしの一本立ちは博打打ちとは言わなかった、繁華淵といった。本座村為五郎というかなり評判のいい男、あんまり暑いから縁側へ一年走らしてどっかであぐらかいて、渋うちわでこう風を入れているところにぞろりっと表へ立った七人の長脇差し、ためしばらくだったな。おや、珍しいね、宮古鳥の鍵と三兄弟を揃いで、古文の中で四天王伊賀蔵万作十太郎戸松さんもご一緒で、暑い中七人揃ってよくおいでになりました。ちょいとお叱りなすつね、脱会者です。溝を組んでまいりました。古い手ぬぐいだ二本ある、一本は樫本、一本は兄連中代わり代わり使ってくんね。お茶と麦湯と両方あるが、どっちをあげましょう。両方あるのか、へい、贅沢だな。冗談でした、わしが飲むために答えてあるんじゃない。わしはここで涼んでいると、片木の旦那方お百姓が仕事の帰りに寄ってくださる。その時にはお茶出す、お茶飲まない人には麦湯、それがために両方こさえてあると、こういうわけなんだよ。なるほど、半かぶしとは言いながらてめえ評判がいいで、野暮なようだが麦湯もらおう。そうすか、へい、お案内ありがとう。で、出された麦湯を七人が揃ってこう飲んでいる、上目を使って見ていたためごろが、カジノト、なんだ、暑いさなかに七人揃ってどこまで行ったか当ててみようか。当たるか、終わり街道まで行ったんでしょう。この男が言った、
お手の筋と言いてえな。人相まで見てやろう。じっとしてね。昨日おととい18日の夜だったか18日の朝だったか、長野町在小松村閻魔堂の前でおまらん方この7人にあと3人混じって10人で清水一家の森の石松さんを殺したってね。こっちは10人で向こうは1人とは言いながら、石松さんは強いから驚いたでしょうね。やがましい。へい、何言っちゃうんだこの野郎。とんでもねえこと言いやん。冗談にでも次郎長の耳へ入ってみろ。古文思いの清水だ、石松の仇討ちと言われたら俺っちがとんでもねえ災難に遭うじゃねえか。石松を殺した覚えがね、死んだと聞くのが初めてだ。何言ってやんだい。死んだと聞くのが初めてだい。何言ってやんだい。ってわしの顔をグッと睨んだな。その目つきにびっくりしちゃって、いやーとんでもねえこと言いました。勘弁しておくんなさいと。頭が下げると思ってやんのかい。そんなだらしのねえ男じゃねえや。ほら、殺した覚えがねえと言いたかったら、なぜ小松村七五郎を生かしておいた。え、種は上がってんだ、白状しねえ。お前なんかと石松さんから百両借りがあったんだろ。それ生息されて返すことはできなくて、まごまごしているところにほげたの九六の子分が三人来た。その三人にこの七人が腕貸しをして10人で騙し討ち。一さんを殺してからその三人を終わり街道まで送っていった。今その帰りだろう。ん、てめえどうしてそれを知ってんだ。18日の朝だった。俺は使いの帰り明け、用水堀の片分けを取ったら、片木の旦那方が山のようにたがっていらっしゃる。わあわあ騒いでるから何を言ってるんだろうと黙って聞いていたら、左の目が悪い。あれは確かに博打打ち。ひどい蹴られ方はしたもんだ。剣士の親軍が調べたら、四十三たち蹴られていたが、逃げ傷一つもない、向かい傷ばっかりだてが、強い男じゃございませんか。だけど嫌だな、博打打ちは。あんな死に方するからな、とこう言ってる。俺はハンカブチとは言いながら一本刺した長脇刺し、俺の尻人じゃなかろうがと覗いてみたら石松さんだ。ひどい蹴り方はしたもんだい。新東家寺池田鬼神丸を右の手持ってこういうふうに倒れていた。その親指が元から切れてたで。剣士の親人が三人死骸を眺めて、やがては大勢の人に向かい、この中にこの男を知ってる者はないか、この男を存じている者はないか。片木の旦那方は誰も知らねえだろうと思ったら、お役人様は手前が存じております。出たのが小松の七五郎だ。ん、お役人は七五郎の顔を知ってた。そちゃ七五郎でないか。この男を存じておるか。白井で何といたしましょう。立つか這うかの自分から仲がいい。遠州森の福田屋という宿屋のせがれ、縁があって駿河の国阿部郡清水港宇戸町次郎町の古文になりました。森の石松めにございます。誰が殺したか存じておるか。片井の旦那方は誰も知らねえだろうと思ったら、殺したやつは手前が知ってますね。しかと私は証拠を握ってない。だからはっきり言いません。しかとした証拠を握ってから恐れながら訴え入れます。しかばよく探せよ。ありがとう存じます。つきましてお役人様、仲のいい友達が死んだ。弔い一つ出したいが、型のない弔いは出したくない。瓶の毛一本でもいただきたい。いかがなものでございましょう。その気はならんぞ。でもございましょう。ならんと言ったらくどい。なりませんか。恨めしそうにお役人の顔をぐっと睨んだ七五郎、やがてはにっこり笑って下を向いて懐に手を突っ込んで何かつかみ出して、お役人様、着物の袖に大層ゴミがついております。もういいよ。七五郎が払います。そのままそのままごめん。つつつつつつそばに寄って、パン。ゴミを払うふうして持ってるものをたもとの中へ放り込んだ。ただお役人を、何ゴミを。
ゴミ。聞こえ。ならんところであるが、今日だけは忘れて取らすってむごみじゃった。ありがとう存じます。死骸のそば大地に取らずぴったり座って、死骸を眺めた七五郎の目からパラパラっと涙が出た。お役人に聞こえねえよ小さい声で意思、情けねえ姿になったな。俺が一緒に行きゃこんなことはなかった。おめえという舌は強すぎた。強いばかりが男じゃなかった。勝つことを知って、なぜ負けることを知らなかった。進むことを知って、なぜ退くことを知らなかった。俺が清水の貸元にあって、七五郎、なぜてめえあの時一緒に行ってくれなかったと言われたら、俺が何と言ってお詫びができる。坊主にならなきゃお詫びができねえ。けれど、てめえを殺したやつは都鳥一家と、知っているな、天にも地にも俺一人。てめえが死んで、四十九日のタイヤが済んで、千個の煙が絶えると同時に、おめえの仇は俺は討つぞ。都鳥は俺が切るぞ。都鳥は俺が切るぞ。ってそう言ってたよ。そのせいかお前さん方影が薄いで。ねえ、何やんで。そう言っておいてね、海中に飲んでいた合口の鞘払って、石松の田房の毛、ぷつっ。左の小指をぷつっ。紙一つんで懐にしまって、合口を鞘に収めて、お役人様がごめん、ぺーっと走ってやった。その後から俺を追っかけた。吉屋に待つくね。今の様子をすっかり見聞きておりました。石松さんはかわいそうだ。誰が殺したんだか本当にあんたは知らねえんですかって言ったら、俺の顔をじっと見てため、おめえだから話をするが決して他言はならねえぞ。都鳥一家は切った。こう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 いうわけで切ったんだ。憎い野郎じゃねえかとそこで詳しく聞いたから、俺が知ってるとこういうわけよ。そうだ、どうやれ。だから俺があの時七五郎切っちまえ、七五郎ばらしまえって言ったんだ。てめえたちは石松に恨みはあっても七五郎に恨みはねえから、しては助けとおげてえから助けておいた。あの時七五郎切っちまえはこんなことなかったんだ。ブルー、七五郎切っちまえよかった。おっとっとい、その辺で止まってくれ。七五郎切っちまえよかった。何言ってやんで。七五郎腕ができて度胸がら、お前さんみてえな爆死打ちが二十三十束になってかかったってびくともしねえ。七五郎は愛嬌に乏しいからしょっちゅう怒ってる。だからあいつが怒ったってそんな怖くない。その代わりあいつがニコッと笑えばスカッと切る。あら、ニコスカってんだよ。あん時七五郎が笑わねえからよかった。あん時七五郎がニコッと笑えば今頃お前さん方の今度が平らだこずっと。今ついてんのほんの間に合わせだよ。そら近々になくなっちゃうよその首は。それ知らねえで七五郎切っちまえばよかったなんて大きなことを言うで。話の折だった。表に涼んでいた都鳥の子分伊賀蔵という男が慌ただしく飛び込んだ。おい、大変だ。なんだ、清水が来た。え、清水、おっと、また、また、また。伊賀蔵さん、え、清水が来た。待って、おめえ、次郎長の顔知ってんのか。二、三度見たことがある。そうか。俺はしょっちゅう見てる。お前なんじゃ怖い、怖いと思ってみると、誰を見ても次郎長に見える。俺が落ち着いた眼で見てやるから、まあみんな静かにしろよ。御殿を持って小手をかざしてみてあれば、道ならわずか五六丁、向こうに見える
先に立ったが次郎長のその後か続いたは清水港は鬼より怖い大政へ小政の恋がすぐその後より続いたのが大勢の半五郎法院の大五郎増川の千右衛門奇妙院の常五郎と眺めて驚くため五郎が元のところへ戻ってくる。なるほど、伊賀堂さん、目がいいな。まったく上昇したよ。まあいいよ、俺がいいことしてやる。ちょっと待ったらいい。さらにガタンご座敷ってやったらいい。わらじのまま上がんねえ。窓のすだれ下ろした。すだれから外は見えるが、外から内の中は見えねえ。すだれ越しでこうやってみな。五六丁向こうに見える七人、先に立ったでっぷりしたのが次郎長、その後から続いた六人は鬼と相撲を取りそうなやつばっかり。強いのが揃ってきやがったな。これは面白いな。これはねえか、翔太。え、俺は次郎長に恩があるよ。え、その恩はとっくに消しちゃった。お前さん方にはこれっぱかりも恩もなきゃきりもねえけど、お前さんのお父っつぁん宮古鳥源八という貸元には恩があります。義理がある。そのご恩返しをしねえうちにお前さん方のお父っつぁんは殺されちゃった。俺はお父っつぁんにご恩返しをするつもりで、今日お前さん方の味方になるから安心しねえ。頼むぜ。いいってことよ。道ならわずか五六丁だが、あのあぜ道をくねるにくねってここまで来るな。七八丁本を読んで、紙数なら二三枚、タバコなら五六服、吸ってる間は確かにあるから、俺が言って聞かしてやろうか。なんだ、次郎長石松は殺されたのを知らねえよ。僕らわかるさ。子分思いの次郎長が石松は殺されたのを知って、あんなゆっくり来るもんか。もっと急いでくる。それにね、昨夜長野町で七五一歩やってやった。その勢いで清水が走ってって次郎長に話をして、次郎長が支度をしてここまで来るのにはだい急いで回したな。今結構ね、まるっきり時が合わない。途中でぴったり会ったもんなら七がいなくっちゃならねえ。いねえところを見るとすれ違いになっちゃうね。今あの七人が俺のうちに来るんだよ。ん、石松は殺されたのを知ってるか知らねえか、うまく俺が当たってみるか。まだまだこっちおいで。俺は囲まってからこっちおいで。大丈夫か。大丈夫で。どこへ隠れよう。藤棚の下の物置、少し暑いがこの中で我慢しろよ。ガタンガリだ。変な。じゃ頼むで。うっそれしくせえな。贅沢言うね。人殺しをしやがって。くせえですみは結構だ。これへ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 ったな。閉めるよ。ガタンガチンと。ざまやるっしょ。暑いさなかに大の男が七人揃って物置へっちまやって、人を殺した罪なんだよ。汗かけ、そん中で節穴があるんでしょ、二つ三つ。その節穴がこうやって話を見聞きしたろ。だから話をすんなよ。はあ、くしゃみなんて、くしゃみをすると次郎長は利口だ、物置が怪しいなんてことになると命じゃないよ。咳をすんなよ。息をすんなよ。死んじまうのかにしなって。まあ息は冗談だよ。笑いながらためぐるのがまたも戻りし元の場所、散らかっていた花紙やタバコの吸い殻など片付けて、今七人が飲んだ茶飲み茶碗、そばにある雑巾で拭いている。物置中で驚いた。汚ねえやらだな。一社茶飲み茶碗雑巾で拭いてやる。さっきあの雑巾で俺足拭いたんだよ。
見ぬこと清した言いながら俺っちにまるで飲ませやったんだ。食べ食べ、そんなお前汚いことすんない茶飲みじゃんだ、付近でやれよ、食べ。うるせえな物置、命に愛想が尽きたと思ったら騒いでみろ。次郎長が怖くなかったら騒げよ、騒げよ。シーンとしてやる。じゃあ何やね。お、来た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 。軽道一の親分、ヤクザに強いが肩気に弱い真の強格、相撲取りがそう言ったって親分、相撲に欲しい体でごんすが、残念ながら精が足りねえちった。太った割合には精が低い。お、大きな。終わりのお先手槍組の小頭、槍を取って山本流の使い手山本政五郎、武芸嫌ってヤクザになって次郎長の子分、体が大きいから清水の大政。大きいな。あれ、なんだい、子供引っ張ってきや。バクティウちゃん旅をするのに子供引っ張って歩いてや。のんき、あれ、タバコ吸ってや。待せてやんなのガキや。長え刀さ、あ、子供じゃねえや、あれ小政だよ。小せえな小政。バカ野郎、大政と並んで歩いてや。こう離れてそうわからねえ。三所小粒でしりりと辛いよ、大きな喧嘩は大政だが、小さい喧嘩は小政に帰る。居合抜きの名人強いからな小政。おっ、いい男だな。マスカー千円、大勢半五郎、法院大五郎、奇妙院常五郎。おっ、これ妙だ。次郎長に大政に小政、大勢半五郎、法院大五郎、マスカー千円、奇妙院常五郎。七人、物金の子、宮古鳥、吉兵衛、梅吉、常吉、伊賀蔵、晩作、十太郎、戸松。七人、こっちは七人で、こっちは七人。一人と一人っつでちょうどいいや、こりゃ。俺の下三寸で、これどうにでもなるんだが、こいつは一番、ケアをしてみるかな。あんなこと言っちゃうからな。ちょいとものを伺いますが、この辺に本座村、おお、そこにいんな、ためごろじゃねえか。あれ、まあ清水の柏本さん、よくおいでになりました。お熱いところ。おや、兄連中、すっからそれでちょっとお叱りなすすめ。え、びっくりした。お湯汲んでまいりました。熱い分は湯でねえと汗が落ちねえ。新しい手拭いが2本ある。一本は柏本、一本は兄連中代わりがり使ってんね。わしはね、恩にかけるわけじゃないが、大事な人が来るというに新しい手のみだ。だらしのねえやつが来ると水に古い手のみと、こう決めたんですよ。だいぶ扱いが違うよ。ほら、こういうとこから考えると向こうの味方かな。だったりだったり。柏本、体は効きましたが、どんなもんでしょう。ためありがとう。人が向かれたような気がしたで。そうっすか、お茶を飲んだで。ありがとう。茶を飲みながら次郎長が羽五郎の顔をしばし見て、何を思ったか持った茶碗をそっと置く。羽五郎を前に進んでくれば、そっと叩いた肩一つ。止め。へい。終わり名古屋金の社長子があだ名なり、社長子長兵衛のあだ討ちで代官竹垣三郎で、ほげたの九六を切ってからもう七年だの。早いもんでんね、もうそんなになりましたか。俺たち九人が七年間旅から旅をと回っていた、その七年の半ば、おめえのうちに三日世話になったな。ご恩返しの真似事にやった。三日うち見ましたっけね。その三日の中の仕様、神お役人が五人おいでになって、教場持ち清水一家がいるだろう。それでいてめえが、さあ皆さん、お上の旦那方の目をごまかすんだ。しばらく窮屈でもここで我慢をしてください。忘れもしねえ裏のお歯黒ども、どぶん中へ俺たち9人を入れて、上からたくさんのゴミをかけた。
ゴミの中でこうやって隠れて、お役人は目が高い、土房にらんだ。土房が怪しい、土房が怪しい。てめえはそっくり蹴って笑って、お役人さん見れんじゃございませんか。そんなに土房が怪しいと思ったら、長い竹の先に刀を祝いつけて、槍みたいなものをこたえて、ドラッドラッと通したら、いるかいねえか分かるじゃねえか、とこう言ったろ。俺は土房の中でびっくりしたと。大変なこと言わんのな。思っていたらお役人がお前の度胸に惚れ込んで、それじゃあどぶにもいなかろう。清水が来たらすぐに知らせろよ。言葉を残してお帰りになった。あれは神のお情けとは言いながら、ため驚いたっけな。驚きがして、はあ、まあ言ったけどさ、自分なんて行こうとしたら、こっちの命は捨ててもあなた方は救わなくちゃならねえと思った。うまくいきましたっけね。あの時世話になったことは寝たまま忘れたことはねえ。その礼参りに今日はこっちやってきた。大政、はい、さっきのものをこれ出せよ。海中より取り出せしは30両という莫大な金。それに並べて大政が捨てないけれどなためよ。これがあの時親分が世話になった礼である。ほんの礼はまたとからすほどに、まずこれだけ納めてくれと言われて驚くためごろが、思わずその金を仕返して冗談言っちゃいけないんで、10両から首が飛ぶ世の中に30両なんて莫大な、ダメですよ。いっぺん出したら後はしかねえ次郎長の気を捨てねえだろうが、ためは取っとけとおっしゃるんですか。涙が出るほどありがてえお言葉だ。この辺りの半歌淵、30両なんて莫大なお金、見おったって見ることさえもできねえ。それが目の前に出ちゃった。欲しくって欲しくってたまんねえ。いっぺんにもらっちゃおうかなって思ったんだが、浮世の義理でいっぺんは断ったがよかろう。でいっぺんぐらい断ったってそっちにしまいっこねってことは知ってますよ、こっちが。ありがとうね。ええ、金もらって言うわけじゃねえ。あなたの徳は人を世話したことはこんなにあったってこれっきりも言わない。世話になったことをこれっぱりをこんなに言うのがあんたの徳だね。ありがとう存じます。ありがとうありがとうありがとう。30両という金もらっちゃった。嬉しくって嬉しくってたまらねえ。わしの頭がむっちゃくちゃになってきやる。お前さんの知らねえことを私がベロッと喋って教えてやりたくなりましたよ。いいんだよ、だめだ。だからお前さんいくらか先やってきゃよかった。お前さん一問もやらねえからこんなことなんだ。そうか、じゃあ今間に合うんじゃ。じゃあどうもありがとうでね。お金は確かにいただきましたが、大歓喜には確かに9人でしたな。9人。この7人にあと2人いたんでね。当園があるこの7人にあと2人いたんだ。誰と誰の2人でしたっけ。忘れっぱいな、終わりの大野の鶴吉。あ、大野の鶴さん、博打打ちで親孝行だってね。もう一人はお前と仲のいい森の石松よ。どうぞ石松。石松ちゃんが殺されたのはあんたは知らねえんですか。大変なことしゃべりはったな、あの野郎。黙っていりゃ分からねえんだ。え、石松がやられた、石松が殺された。石松がやられたかと、バタ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 立ち上がるやつ。さすがに清水は大立て者、席も慌てもするものが、やかましい。石松は死んだと聞くのが初めて、殺されたと聞くのが初めて。殺した奴は目の前にいるんじゃなし、まいにゃためごろをただしとり、
話を聞いただけで立ち上がってどうする。腹の小さなヤクザ者、下がってろ。お前さ、武家上がりのヤクザ者が話を聞いただけでドスの鞘を払っているが、それでもまた侍か、大将を慌てたお侍さんだったな。おやむ、笑っただけじゃ足りなかろう。あんたの固めたその拳、力いっぱい入れてわしの頭を殴ってください。思う存分わしは石松の仇だ。さあ殺したな、わしじゃねえ。縁があってあなたの子分となり、大勢兄弟分がある中にどうしたものか、わしと石松が一番仲が悪くって死に一遍ずつ喧嘩をする。その度ごとに兄いかぜ、俺は清水の一子分、てめえ俺の弟だ、弟の分際で兄貴に手向かいができるかって言うと、なるほど、弟は兄貴に手向かいはできなかった、すまねえ兄、俺の頭殴ってくれ。出したあいつの頭、力いっぱいちょっと殴りゃ、強い乱暴な石松が笑って我慢をしてくれた。その石松が殺されたと聞いてびっくり。すまねえ、そんな早く死ぬ人と知ったらば頭殴るんじゃなかった。よし、その代わり石の仇はこの大政が打つんだと思わず抜いた長脇差し、おやむんかにしとうぬい。嫌な話だ。本当に石松はやられたのかしら。まことに石松が殺されたとしたら草葉の陰で喜んでいるだろう。わかった、下がれ下がれ下がれ。ため、石松は殺されたか。へ、嘘じゃなかろう。人の死に祈ってだな、嘘を言うもんですかい。わしは死骸見た。もうずたずたに嫌いだった。あら大勢で嫌いあったに違いない。いさあかわいそうでね。てめえ死骸を見た。そうか、花が満開の人の心を春めいて、なんとなくして良い気持ち、あの三月の半ばのこと、俺の第三石松をコンピラ様へやるときに、なんとなくしてあの男、顔の色が悪かった、影が薄いと言ったのか、草葉の上に置く梅雨も風待つほどの命であった。かわいそうなはあの男、許してくれよ石松よと、義には強いが情けにゃ弱い、子分思いの次郎長だもの、この時ばかりは思わずわっと男なら
わしあいなただもの何か思案にくれていた。止め、へい、てめえ殺したやつを知ってるな。知らねえくれえなら初めからこんな話をしませんよ。しゃ、殺したやつは知ってますよ。殺したやつは貸元大勢だ。しかもすぐそばに来てますよ。殺したやつはどこにいる。殺したやつはね、わしは本当はもうこればっかりは言うまいと思った。その野郎に少し恩がある。だけどお前さんにはね、金もらっちゃったでしょ。その方がずっと嬉しい。その野郎のね、お父っつぁんにわしが恩がある。そのお父っつぁんがね、上州のある親分に人間違いで切られて死んじゃったね。わかりますか。上州のある貸元に人間違いで切られて死んだ。人間違いなら仕方がないって我慢した。その人のまた親分が年は若えが堪忍強い、俺が引き立ってやろうって。その男を今その大きな親分が引き立ってる。どうぞ、その殺したやつがそばにいる。ね、わしがねこうやって指さすから、指さす方ははっきり見つくね。なんか、ほら、殺したやつはこれ。あのね、物置があるでしょ。あの物置のね、ちょうど時間となりました。またこの後の出演です。お後改めてまた公演。